ジョセフ・カルロス・クラファーにはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリンク出身の元プロ野球選手。2012年の MLB ドラフトでヒューストン・アストロズにドラフト14巡目指名され、6月8日に契約を結びプロ入りを果たした。6月9日にサンカルーキー級グリーンビル・アストロズに配属された。ただ出場することはなかった。6月14日に 参加 a ートリシティバレーキャッツに配属された。ここでは70試合に出場し、打率271、1本類打、36打点、72アンダー、16、盗塁を記録した。2013年4月1日に三回 A 級、クアッドシキズリバーバンディッツに配属され、開幕を迎えた。ここでは19試合に出場し、打率241、 0本類打、9打点、17アンダー、3盗塁を記録した。5月7日に、参加 A 級ランカスタージェットホークスに配属された。ここでは92試合に出場し、打率、302、7本類打、53打点、104アンダー、16盗塁を記録した。オフには、オーストラリアのウィンターリーグである、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、 アデレードバイトに所属した。46試合に出場し、打率、259、1本塁打、15打点、45アンダ、10盗塁を記録した。2014年4月2日に、三加 a 級コーパスクリスティフックスに配属された。4月4日に、トリプル a 級オクラホマシティレッドホークスに配属されたが、4月6日に、三加 a 級フックスに配属され。 開幕を迎えた。ここでは36試合に出場し、打率、285、1本塁打、15打点、41アンダ、2盗塁を記録した。6月1日に、参加トリブル A 級、レッドホークスに配属された。ここでは62試合に出場し、打率、339、2本塁打二25打点、65アンダ、7盗塁を記録した。 2015年1月13日にメジャーのスプリングトレーニングに招待されることが発表された。開幕は参加トリプ AA 級フレズのグリズリーズで迎えた。4月25日に参加 AA 級フックスに降格した。ここでは3試合に出場した。4月30日に参加トリプ AA 級グリズリーズに昇格した。グリズリーズでは72試合に出場し、打率。 300、0本類だ、25打点、66安打、4盗塁を記録した。オフの10月21日に、第1回、WBSC プレミア12の、アメリカ合衆国代表に選出された。初戦のドミニカ共和国戦で、ウィルキン・ラミレスに、閉つ潰しのスライディングをされ、負傷退場した。以降、欠場が続いた。決勝の韓国戦に、 7番指名打者で先発出場し復帰。この試合でアメリカ合衆国代表は敗北し、準優勝となった。2016年1月1日に前年に続き2年連続でメジャーのスプリングトレーニングに招待されることが発表された。3月31日に解雇された。ありがとうございます。